こんにちは、離婚カウンセラーの岡夏子です。世の中にはね、ストレスがいっぱいで、皆さんね、毎日ストレスを抱えておられると思うんですけれども、離婚については家族のね、死と同じぐらい離婚ってすごくストレスを感じるものなんです。離婚の経験したことのない方はね、わからないかもしれないんですけど、経験した方、すごいストレスでしたよね。本当に家族が亡くなる、自分の旦那さんが亡くなる、奥さんが亡くなる、親が亡くなる、恋人が亡くなる、大事な人たちの死と匹敵するぐらい離婚でストレスがたまります。そのパーセンテージたるや、配偶者の死、恋人の死は 82.4% って言われてます。 80% 超え。それに比べてもう匹敵する離婚は 72.3% で、もうこんなにストレスたまると、100のうちの70のストレスってもうすごいですよ。もうこんなストレスを抱えなければならない離婚って降りかかってこない方がいいに決まってます。世の中ね、こんなストレス、会社でね、リストラに遭いました、それからもうご近所トラブルがありました、子供とのコミュニケーションがうまくいかない、いろんなストレスの中で離婚、かなりのストレスです。私もね、思い出せばね、離婚してますけれども、当時本当に痩せてしまいましたね。ストレス痩せ、ストレス太りってのもありますよ。だから離婚で太る人もいます、痩せる人もいます。それから円形脱毛症ができたり、私よりうちの子供にできてましたね。本当に大きかったですよ、10円玉ぐらい、こんなのが子供の頭の中にできちゃったり、その当事者だけじゃなくて家族にもストレスがいってしまいます。これってね、辛いですよね。当事者としては人にまで迷惑をかけちゃってるっていうのは、なんかね、私の離婚で、親も、兄弟も子供たちもこんなにストレス抱えてんのかって思うと、いたたまれない、こんな気持ちになってしまうのが離婚です。でも皆さんね、今の時代はとにかくそのことは右に置いておいてっていうようなね、もうそのまっしぐらにそのことだけしか考えられないっていう人いっぱいいるんですけれども、いいことありません。離婚っていうのはね、もうね、ルーティンぐらいに思ってていいと思いますよ。もう自分に降りかかってきた火の粉はね、払わないとね、熱い、離婚も同じ。離婚っていうものが自分に降りかかってきたら、これは払わなければいけない火の粉と一緒。そうやってこれをルーティンとして、もちろんしっかりと自分が本を読んで、カウンセラーのアドバイスを聞いて、弁護士のところに行って、そんな風にね、しっかりと理論武装して準備をして、守りに徹するのか攻撃に徹するのか、これもね、野球とかね、スポーツのゲームとはあまり変わりません。先行なのか後攻なのか、守りなのか攻めなのかっていうところでいかないと、離婚も大変なことになってしまいます。ただでさえストレスがかかるところに、そういうこう準備ができてないとストレスはマックスになってしまいますので、いいことないです、体にも。それからいろんな人のアドバイス、それから自分なりの資料選択、そういうことがこの時代には必要になってきます。ストレスを抱えないために準備万端にする、転ばぬ先の杖、よく私が使う言葉ですけれどもね、やっぱり準備は何よりも大事。そういう面では是非私のところにね、ご相談しに来ていただいても構いませんし、私の本もいっぱい売ってます。私の著書は44冊、20年にわたってもう毎年のように本を出して、また岡野さん離婚の本出したんですかって言われちゃうんですけれども、離婚の本はね、堂々と読めないからこそ、たくさんのね、本屋さんでベストセラーにならないこそ、離婚の本でベストセラーになったって聞いたことないですからね。電子書籍だったり、それから Amazon だったり、ネットで買って恥ずかしくなく読める、知識武装して、そして自分でやり遂げる人もいます。裁判所の調停っていうところで調停員の力を借りてやる人もいます。今弁護士もすごくたくさん増えてます。そういう弁護士の力を借りて相談に行って、依頼して自分の代わりに自分の、言いたいことを代弁してもらう。今の時代はこういうふうにいろいろ選択があるので、ストレスを軽減する方法はいっぱいあるんですけれども、離婚のストレスってもう 72% 以上、とっても大きなストレスなんです。ただでさえストレスを抱えている現代、離婚っていうストレスがまた皆さんに覆いかぶさってくることはとっても、悲しいことです。いいことではありません。ですから毎日を楽しく過ごすため、知識武装大事ですので、ぜひ皆さん本を読んだり、ネットを見たり、私のこの YouTube を見て、ぜひいいねとコメントください。よろしくお願いします。